ドアの隙間からそっと覗いてみると、想像した通りそこにはあられもない姿の二人がいました。長男の嫁が次男と不倫していたのです。恍惚の表情で首にしがみついて、聞こえてくる押し殺したような喘ぎ声が耳から離れません。一つ屋根の下で自分の夫の弟とまさかこんなことをしているなんて。私の名前は恵子と言います。還暦を迎えたばかりです。還暦は長生きしたことを喜ぶ祝いですよね。二人の息子夫婦も一緒に祝ってくれました。でも私は今そんな気分になれません。息子たち夫婦がドロドロの関係になっているからです。私には二人の息子がいます。二人とも結婚し家庭を持っています。二組とも2年前のほぼ同じ時期に結婚しました。子供はまだいません。長男とお嫁さんは結婚と同時に私たち夫婦と一緒に同居しています。お嫁さんのかなさんは20代で、外見も中身も若く、長男がかなり惚れ込んで結婚に持ち込んだんです。私はあまりうるさく言わないようにして、かなさんと気楽な関係になりたい、そう思っていたんですが、一緒に暮らしてみてそれが甘かったことが分かりました。次男は東京で暮らしています。お嫁さんはバリバリのキャリアウーマンで、収入が安定しないフリーカメラマンの次男にとっては女房に頭が上がらない、そんな存在なようです。私の還暦祝いもかなり豪華な香水を送ってくれましたが、仕事が忙しく次男だけで来たんです。次男はちょうど展覧会を控えており、その撮影現場としてふるさとを選択したこともあり、1ヶ月の予定で滞在することになりました。そしてそれが問題の発端になったんです。3歳違いの2人は仲の良い兄弟ではありませんでした。長男はどちらかというとおとなしく引っ込み思案で、地元の証券会社に推薦で就職し、特に昇進を望むようでもなく地道に働いています。真面目で堅物な父親に似ています。反対に弟は大胆で行動的でした。高校を卒業するとすぐに上京し、独学で映像を習得しフリーになりました。お嫁さんは若い時から彼を経済的に支えてくれていたそうです。そして1ヶ月間の居候の身となった次男でしたが、まるで当然のごとく家族の一員に戻ってました。そんな次男を長男は内心面白く思ってないことは私には分かっていました。しかし昔からそうでしたが、長男は次男に対して気後れするところがありました。嫌なことを嫌とはっきり言い切れず我慢をします。一緒に暮らすようになっても不自然なほど丁寧に他人行儀に振る舞っています。でも1ヶ月ほど我慢すればまた東京に戻っていくのですから、その間だけの辛抱だとそう考えたのかもしれません。しかしそんなことを言ってられないことになったんです。次男と長男のお嫁さんが知らない間にかなり怪しい関係になってしまったんです。最初に気づいたのは一緒に暮らしている姑でした。寝たきりではありますが、頭はかなりはっきりしている姑は観察が鋭かったんです。長男に悟られないように手を切るように伝えなさい、そう私に言っていくつかの事実をほのめかしたんです。そっとメモを手渡していたとか、いつもどちらかを目で追っているとか、姑は世間体を気にする人でしたから、この家から不倫だの離婚だのを出すのが嫌だ、それが
本音だったと思います。それから私も二人を注意深く観察しました。気づくとカナさんは最近とても生き生きとしてきたようです。私から見てもハッとするほど綺麗になりました。そして時々次男に艶っぽい目を送っています。以前は夢中になっていたヨガサークルも今はそれほどやっていません。サークルに出かけてはいますが、家で練習することがなくなったんです。自分の好きなヨガができないとヒスを起こして長男を困らせるぐらいヨガに打ち込んでいましたから、おかしいと直感が働きました。何か他のことに夢中になっている。それは次男と関係があるのかもしれない。姑から聞いたときはまさかと疑っていましたが、二人の様子を見ているとやはり匂ってくるものがありました。夫にも相談しましたが、元来おとなしい性格で、揉め事には首を挟みたくないと言われてしまったんです。このままでは息子たちの家庭がどちらも壊れてしまいます。なんとかしなければと思いました。もし二人の関係が想像するようなものだとしたら、必ずどこかで二人だけで会ってるはずでした。それを突き止めて、この関係を終わらせなくては。週に一日は姑のためにヘルパーさんが来てくれます。その日はヘルパーさんに任せて家族全員が外出します。私は5週から始めたダンス教室。夫はゴルフやそのメンバーと飲み会。カナさんも友達に会ったりショッピングに出かけたりと、それぞれが夕方まで自由に過ごします。多分ですが、二人が落ち合うとすれば、その日だと直感しました。どうしようか躊躇しましたが、確認してみようと思いました。その日は、長男が会社に出ていくとすぐに、次男も撮影道具を担いで家を出ました。かなさんも買い物をしてから帰りますと言って出かけていきました。私は気づかれないようにそっとかなさんの後をつけました。かなさんは市内電車に乗って2駅ほどの開けた街中の駅に降り立ちました。一瞬遅く電車のドアが閉まってしまい、私は降り損ねてしまいました。しかし私は見てしまったんです。かなさんを抱きかかえるように手を広げた次男の姿を。翌日二人を呼んだ私は昨日見たことを伝えました。かなさんも次男も一瞬蒼白な顔をしましたが、私の勘違いだと笑ったんです。たまたま偶然駅で見かけて驚いたんだと。二人があの後どこで何をしたのか、おおよその見当はついてましたが、はっきりとした証拠はなく、結局煙に巻かれてしまいました。二人とも用心しているのか、反省したのか、それから目立った行動もなく何日か過ぎました。しかし、ある晩、とんでもないものを見てしまいました。風邪をひいていた私は、夜中に喉が渇いて起きたんです。深夜2時頃でした。長男が次男の部屋のドアの隙間をそっと覗いていたんです。何をしているの？言いかけてハッとしました。息を殺して長男の様子を見ていると、やがて長男はゆっくりとドアから離れていきました。長男の姿が見えなくなってから、恐る恐る私も覗いてみました。想像した通りでした。そこには次男とかなさんのあられもない姿があったんです。かなさんは恍惚の表情で次男の首にしがみついています。私は我慢できず目をそらしました。そして二人の大胆さに驚きと怒りが湧いてきたんです。かなさんの押し殺したようなあえぎ声が気持ち悪くて気持ち悪くて耳を覆いたくなります。すぐにでも部屋に入って二人を引き離そうと思ったんですが、思いとどまりました。
なぜあの子は何も言わないんだろう。長男の態度が静かすぎて不自然でした。普通こんな自分の妻が他の男となんて、そんな現場を見たら黙ってはいられないはずです。私は長男の部屋に向かいました。なぜ黙っているの？私の問いに長男はニヤッとしたんです。そんな長男に驚いている私は、彼からスマホの映像を見せられました。そこには次男とカナさんの様々なシーン、浮気の現場を映していました。騒然と映像に見入っている私に、長男はこう言ったんです。離婚が成立するまで、このことは伏せてほしい。離婚の原因は、カナの浮気にしないと別れられないから。カナさんを愛してるんじゃないの？別れるためって一体何なの？長男の気持ちがつかめず、困惑している私に話し続けました。カナさんの浮気は今に始まったことではないこと。結婚前から付き合っている男性と未だに続いていることや、驚いたことにヨガのコーチとも深い関係だそうです。このまま見逃していたら、妊娠しても自分の子か信じられない。ただ証拠がつかめなかったと。今自分の目と鼻の先でその証拠が転がり込んだんだ。あいつには感謝してるんだ。そう言って長男は笑いました。これを公にしたら、あいつのところも離婚だな。あいつとは次男のことです。カナさんのあの声が聞こえるスマホの画面に、ニヤニヤしながら見入っている、そんな長男の横顔に、空恐ろしさを感じました。二人とも同じくお腹を痛めて産んだ息子です。どちらかを助ければ、どちらかを見殺しにするような選択です。私は一体どうしたらいいのでしょうか。